けど俺がどうなの決まったあだすあれですだからそういうことを考えるとみんながねすごく俺なんかよりもっと真面目なんだと思う。物事に対するその考え方が、いやそうじゃねえよみたいなね、ちゃんまんそうじゃねえよみたいな、まあそう言われると確かにそうだなって俺は思うとこあるけど、早く一箱千円になればいいの。あ、全然あげるんじゃない。それでも吸いたいやつは吸うと思う。うなちゃんのタバコを一生吸う？わかんねえな。意外と吸わねえで住んでる時もあるからね。まあまあそれでも1日4箱だからまあ吸ってんだろうなみたいな。誰よこれ、いやだからタバコの値段は値上げはしやすいのよ。国民からの反感を買わないから。消費税上げるよりタバコの値段上げる方が誰も文句言わねえじゃん。健康ね。でも逆に言えば、もっと言えばタバコ売るなっていう方に行かないんだ。やっぱり売りたいんだ。だって金が上がるから。そういうことでしょ。ねえ。禁煙、ね、モードに入ってんのに、なんでタバココンビニあんなブワーって並んでんの？やっぱり売りたいの。お金、税金が欲しいの。どういうことよ。もうタバコは売りませんで、シャットダウンできないんだよ。酒だってそうじゃねえかよ。普通のビールと、ね、第二のビールと第三のなんとか、全部税金どんどん上げてってんじゃん。どうしよう？こすかれんだよ、ほんとよ。まあ、タバコも酒も腐んねえって言うは腐んねえけど、まあ、そういうことじゃないんだよね。腐るとかじゃないんだ。そうよ。だって、俺のこの買ってる、パラメと一本540円か。これ、原価40円だからね。500円ぐらい税金だから。まあ、ある。ふざけてんだ。なあ。540円だけど。ふざけた。まあまあ、そりゃそうだけど、まあまあ、そこは文句は言ったってしゃあねえじゃんよ。値段がそうなってんだからよ。まあ、まあ、じゃあ嫌だったら買わなきゃいいだけだから。俺一日4箱。エビ。
俺はね、それね、タバコ屋にね、いくら抜けんのかって聞いたら、絶対言わないな。これね、タブーなんだと思う。うん。言わない。うん。うん。タバコ屋は、これ一箱っていくら抜くのって聞いたけど、まあ言わねえな。うん。だってお前ら考えてみ。タバコはよ、これ1割って言ってんじゃん。たまえもん。流動的なんだよ。なんでかっていうと、前よ、お前らよ、コンビニでワンカートン買ったら、ライター1個、100円のライターが、サービスでついてきたじゃん。今、なしになってっからね。なあ。そういや、そうだなって思わない。ああ、そういや、そうだな、みたいな。ライターつかないよね、みたいな。だろ、今ついてこねえかんな。うん。今くれねえだろ？うん。林間な。ダメなんだってよ。サービスダメなんだって。うちんとこは1割です。たまちゃんとこは、ああ、その、コンビニ経営かなんかやってんのかな？うん。なるほどね。キャッシュレス使われたらきついって話してました。まあ、キャッシュレスがきつい。どうかな。でも、まあ、売る分には売れてるんだからいいんじゃねえの。ああ、酒屋ね。酒屋とタバコが入ってるとこね。タマちゃんとこね。うん。でも、じゃあよ、タマちゃんとこよ。ぶっちゃけよ。この、今の政府の締め付けで、酒屋が酒売れねえだろ。マジで。そのタバコの問題じゃなくて、俺そっちが心配だわ。酒屋パンクしてるとこ結構あるで。うん。だって酒の注文ねえんだもん。そうだろ？だって酒売れねえんだから。うん。じゃねえ、リスナーのみんなも。だって、うん。買いに来る連中は、店舗がでかいので、コロナから少しプラス。ああ、そっか、フリーの方のやつか。でも、そんなのビビったなもんだろ？飲み屋に卸しやってたら、そっちがもうなくなっちゃってストップかかったら、じゃあタル灰とかあるじゃんかよ。一たりいくらでバンバン出すの。なあ、日本酒だってよ、一升瓶でいろんなとこに出してるたのが、もうその店が全部やらなくなったらよ。うん。
なあ、そらをそらそうだよ。20リットルの樽なんて全く出ません。あの背が高いやつだろ、出るわけねえじゃん。だって飲み屋はそれ売れねえんだから。んだめ。あれ大体1本1万ぐらいだもんな、20リッターでな。9000いくらだろ。違ったっけな。そんなもんだと思うよ。うん、たまちゃん。20リットル、うん、多分、うん、9000いくらだよ。1本。で、樽返して1000円キャッシュバックだよな。うん。あれね、樽返すと、あの、1000円キャッシュバックなんだよ。ジョニー・アニエドーの決まった、アダース。ありがとうございます。そうよ。引き取りありますかって言われんの。電話かけると。逆えんな。あるよーっつって。わかりましたみたいな。だからそこで領収書に、あの、引きの値段で返ってくるんだよ。樽盗、そうよ、たまちゃん。俺、店の外に置いといたら、空のな、翌日なくなってたからね。ふざけんな、この野郎。マジで。大正解。まあまあ、まあそんなことは文句、まあ自分が店の中置いとけばよかっただけね。でもまあ店に体がいっぱいあると邪魔くせえから、もう表の廊下に置いとけばいいや、積んどけばいいやと思ってやったんだけど、なくなってんだ。うん、まあしゃあねえなみたいな。うん、なんかどこで見てんのかなとか、あとおしぼり盗むやつもいるしな。いや、盗んで、だから盗むやつってのは自分でどっかで店やってるやつなの。それを自分の酒屋関わりがあるとこに、あの、一個から体るを1000円で売っちゃうわけよ。まあ酒屋が取るもん、まあそこまで俺も疑いたくはねえけどな。確かにさ、体はありますかって聞かれて、あるよって言うと、じゃあ1000円安くしますって、あの新しい樽持ってきてくれるんだから、その体があれば1000円安くなるわけじゃん。生ビールなんか特にな、酎ハイでもなんでも。なきゃ定価だからな。
まあ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 、俺もあんまりそんな文句ばっかり言ってもしょうがねえけど、まあもう今は店やってねえから文句はないんだけど、当時の話ね。うん、だからみんなにはあの裏バックヤードではそういう話はあるんだよって、でタマちゃんも多分そういうのは分かってるから、売る側の方とこっちは受ける側の方だから、うん、なあ多分間違いないと思うよ、俺の言ってることで。うん、さすがに酒屋が泥棒かのが、だからさっき言ったけどおしぼりもそうだの。うん、正解です。うん。おしぼりだってそうだよな。うん。おしぼり業者も、まあ、あれは1ヶ月いくら単位で、週に何本何本って積んでくんだけど、まあ、店の中に、鍵を預けて入れるか、通路に置いといて積んでくれっていうのと、まあ、二種類あんだよ。だけど、通路に置いてんのを、よそ、かっぱらうやつとかいるからね。うん。200本とか300本とか。うん。まあ、タマちゃんね、もう、それはもう、しょうがねえよ、これからはもう。うん。ヤクザと繋がってるおしぼり屋もいると聞いた。ああ、それはフェイクだよ。うん。ヤクザさんは、そんな、ことはしない。逆に。うん。うん。ドブリン、俺だったら、よーって、俺が飲み行ってる店でね、新しく新規開店したら、おう、俺の知ってるあそこのおしぼり屋、使ってやれよ、って言うぐらい。わかる？うん、お前んとこおしぼりどこ取ってんの？あっちにしよう、もう俺んとこ知ってるからって。そういうことよ、うん。ちゃんとやるから、つって。だから、つながってはいないんだ。別にそこから利益をこう引いてるわけではない。ただ別な意味で仲良くしてるかもしんないけどね。そこは分かんないけど、その人とね、個人的に。おしぼり屋も大変そう。あ、もう今はだから大変だで、たまちゃんよ。だって持ってねえよ。うん。酒屋もそうだけど、おしぼり屋も、無理やな。だって、出ねえもんな。まあ、俺もほら、昔さ、東京で、そういうキャバとかやってたけど、俺自分で手巻きで巻き直しとかやってたけど、
ホットウォーマーに入れるやつな。巻き直しって言うんだけど、あのパーンってあの空気抜いてな、もうねおしぼり全部抜いてってよ、でパンパンパンってやって巻き直しだよな。綺麗に巻いてな。俺もやってたよ昔、一生懸命。懐かしいねじゃねえ。うん、嘘だと思うんだったらそれでもいいけど、あのねこれね、うんこまん、あの飲食と風俗は全く分けてる。一応はね、そこはね、おしぼりは分けてる。うん。俗風の、おしぼりと、普通のキャバとかの、まあ、全然違う。だって、俗風のはさ、行った後のチンポを拭いたりとかのやつだから、うん。そりゃそうだよ。うん。まあ何でも聞いてくださいよ。佐野さんも昔は百戦錬磨ですから、風俗系は俗風はもう俺に聞いてくれたら間違いないですから。姉もね、いらっしゃい。あ、だから大丈夫だよ。だから、ロミアのは全然別個だから。うん。ただ、いや、これ言うとな、またよ、まあ悪いこと言っちゃうんだけど、ロミアのおしぼり出てきたら、真っ白いやつだったらセーフ。黄色は本当にイエロー。あと、茶色っぽいやつだったらもうこれ完全にアウトだと思った方がいい。お前ら経験値ない？あるあるみたいな。なあ。茶色はなんで出てくんの？何度でも使えるから。漂白かけても、シミがついても。白は、使いづらいから。おい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 、ほら、佐野ちゃんの。色がついてる方が高級と思ってた。騙されてんだよ、まあ。やめれや、それ。じゃあ、安いの、白は。安くないよ、普通に。おしぼり屋さんと契約だから、週に何本詰めてもらってって。そんな感じだな。まあ、ねえ。それはお店によって価格は変わるんだろうけど、パチ屋のは白が少ない。ああ、俺パチンコは行かねえかんな。あ、でもさ、今さ、ハロちゃん、パチ屋は白が少ない。パチンコ屋でおしぼり出るんだ。
ねえ。マジで？あ、自由に同族的にあるよ。へえ、俺行かねえからわかんねえや。まあ、そこはまあ欲しい人は使ってもいいかもしんねえけど。てよ、いらっしゃい。おいっす。今日よ、結構ディープな話してんのよ、ここで。今、おしぼりとかさ、まあ、コロナのことに、まあ、結局のとこコロナがこうなってるから、パチ屋とかさ、飲み屋とか、こういうのを、いろいろ話してんのよ。だけど、別にどっかを、俺が叩いてるわけじゃないのよ。ディープな話題が好き。でもそんなに俺ディープに、まあ他の配信者の方がいいんじゃねえの？俺より。俺大してディープな話はしてないと思ってんだけど、さらりとやってるから。玉やメダルの計算に、姉ちゃんがおしぼりをくれるぞ。それは俺わかんねえな。行かねえから、本当すいません。まあ、賭け事好きな人には、まあ、しゃあねえけどな。俺、やんねえんだよな、みんなな。俺がさ、やってりゃさ、例えばさ、馬とかさ、やってりゃな、みんなこうよ、俺よ、今日ここ、かけるからよ、とか。あるんだけど、俺やんねえだろ。一切言わねえもんな。だろ。俺はほんとそういうのね、ないんだよね。一回もないよ。いや、俺んとこのディープリスナーは、そういやちゃうな。競馬の話とかしねえよな、みたいな。だってわかんねえんだもん。いや、まあ、やらなくていいよ、あんなもんっていう、そういう否定的なことはしない。お金のある人とか、やりたい人はやればいいんだけど、俺はやらないよって言ってんの。ね。全然問題ないでしょ。パチンコ10年くらいやってないです。いや、パチも俺やらねえな。あ、ごめんなさい。茅場町は、競馬じゃないんで。そっちはね。採択さん。あの頃はちょっと銭持ってたから。パチンコ、そんなに行かない。俺、パチンコ屋に行くときって、まあ、南の街歩いてて、腹下ったときぐらいかな。便所。ああ、パチ屋。
みたいな。もうそれ以外はないから。マジで。そうそうそう。うん。腹痛とかなって。ビットは俺やってない。うん。いや、だから、株も、ビットも、あとは、まあまあ、いろんなことはやってないよ。もう、やめたの、全部。南だとあそこかな。いや、結構南だとパチ屋がいっぱいあるから、プラプラ歩いてら、うん。ねえ。だから先物ももう俺やらないな。いや、もう先物なんて、25年とか30年ぐらい前にやめてんじゃねえか。俺20歳ぐらいだもん。うん。